こんにちは、福島貴博です。笑顔あふれる渋川のためにを掲げ、講演会活動をスタートさせていただきました。今回はこの活動についてお話をしていきたいと思います。まず合言葉は福高55です。この55っていうのは、私が今年55歳になった55の55、それと前に行こうという55です。これから講演会活動は福高55として皆さんに発信をしていきたいと思います。今古巻地区は渋川市の存続をかけた人口が増える地域というところで、八木原駅の開発、そして古巻公民館の開発、大きな事業が始まろうとしています。今回は古巻地区の皆さんに向けてお話をさせていただきたいというふうに思います。